トラキスのあるメイリス地方の場所トラーキースは古代ギリシアにおいてスペルクセオス川の南に位置する地域メイリスというギリシア部族が居住していたギリシア神話ではヘイラクレースが最後を迎えた地としても有名トラーキストラキスとも言うこの地域がトラーキースと呼ばれていたのは紀元前426年まででそれ以降はスパルタが 植民主ヘイラクレイアを建設したので、トラーキスのヘイラクレイアと呼称されるようになった。ヘイラクレイアは、エウボイア島とテルモピュライの西側、デルポイの北側に位置していた。ギリシア神話最強の英雄ヘイラクレイスは、カルドーンの王オイネウスの親族の息子であるエウノモスを誤って殺してしまった後に、妻デイアネイラと共にトラキスに移り住んでいた。ヘイラクレイスは、 お怒り屋を攻め落とし、その王女イオレイを捕虜としてトラキスに連れ帰った。ヘイラクレースがイオレイに恋していることを伝令、リカースによって告げられたデイアネーラは彼の心をつなぎ止めるためにネッソスにもらった美薬を衣に塗ってヘイラクレースに差し出した。しかし、その美薬は実はヒュドラの猛毒であり、境内温岬での戦勝感謝の釘にてこれを 来てしまったヘイラクレースはもがき苦しんだ。自らの塗った美薬によってヘイラクレースが苦しんでいるとの方を息子、ヒュロスから受けたデイアネーラは自殺した。ヘイラクレースはトラキスにあるオイテーさんにまで自分を運び、そこで焚き木を積んで、自らを生きたまま仮装するように、ヒュロスへ命じた。父を焼くことは、ヒュロスにはどうしてもできなかったので、通りかかったポヤース、もしくは、 ピロクテイテイスに、それを頼み、その恩として、ヘイラクレースの号泣を与えた。ヘイラクレースは、ヒュロスに、妖霊をめとるように命じ、火炎の中で生き耐えた。その瞬間、天から雷帝が、火葬場に降り注ぎ、ヘイラクレースは、全宇宙を支配するオリュンポスの神々の一柱となった。ギリシアの有名な悲劇作家、ソポクレスの表したトラキスの女たちは、 トラーキースを舞台にした有名な悲劇である。ヘーラクレースの最後が見事に表現されている。ペロポネソス戦争中、メイリス地方のトラーキーニョ遺族は、境界を接するオイター人との戦いに敗れ、被護者を求めていた。はじめはアテーナイトの同盟を組もうと思っていたが、彼らの侵略体質を危惧したので、代わりにペロポネソス同盟名手スパルタと手を組もうと考えた。 近隣のドーリス族もこれに同調し、トラーキーニョイ族、ドーリス族両方から要請を受けたスパルタは、植民団を派遣して、両部族を援助することに決定した。タイや帝内のことを考えても、トラーキースにポリスを建設するのは理にかなっていた。トラーキースのポリスは、アテ帝イ同盟下のエウボイア島攻撃の海軍基地として機能し、トラーキア方面への道も確保できるからである。 彼らは、デルポイで新宅を仰ぎ、建設しても良いと吉祥を得たので、植民参加者を全ギリシアから広く募集し、トラー・キースに城壁を巡らせた、平楽ア足を築いた。ありがとうございます。